やどうぞ、大佐と芝居だ、平等、藤井さん、上と西野だ。僕にあって皆さんにないものがあるわけですよ。身長だ。身長だな。僕にない。ないそれはですよ、メガネですよ。僕はメガネかけて皆さんかけてない。ちょっと言いたいことがあるわけですよ。メガネの人に対する偏見がすごい。メガネできるやつ運動できないだろうみたいな。メガネできるやつ、メガネかけてるやつ運動できないだろうみたいな。どっちかっていうとマイナス寄りのねイメージがねついてるわけですよ、ね、僕はねそれを払拭したい。というわけで今回はこのまあねいわゆるイケイケのねブイブイ言ってる5人の誰かに僕のこのメガネのキャラを1ヶ月間譲りたいと思います。いやー、ほらその嫌だっていうのが偏見です。偏見じゃないもんね。メガネいいもん。いいの、虫メガネだよ。名前がもう虫メガネだ。メガネかけながらだから僕は1ヶ月間虫いいの。なんか自分から虫になるんだよ。だから量が負けたら量メガネ。うわー、全部半端だもんな。1ヶ月長いしな。というわけで今から皆さんには5人いるんで4つ対決をしてもらって、最もメガネをかけるにふさわしくないであろう人にメガネをかけていただきます。あメガネ力が低い人。そう、早速やっていきたいと思います。第1試合スタート。第1回視力検査よっ。メガネっていうのはね、基本的には視力が悪い人がつけるものと思われがちですが、そうではありませんということをね、ここで証明していきたいと思います。いや、そうだよ。それはそうだよ。というわけで、じゃあもう一人ずつ今から視力検査をしていってもらって、最も目の悪いやつ、それはメガネをかけて当然と思われてしまうので、その人は今回はかけなくていいということになります。複雑？じゃあ、はい、夢丸から、じゃあ早速いきます。もう両目でやっちゃいましょう。左斜め上でごわす。右斜め上でごわす。右斜め下でごわす。左でごわす。右斜め上でごわす。下でごわす。左斜め上でごわす。すごいでごわす。左斜め下でごわす。シンプルにすごいな、お前。めちゃくちゃ小さいよ。左斜め上でごわす。右でごわす。終わりです。分かったでごわす。めい。じゃあ次の方、しばゆ。はい。気持ち悪いなんか。何その人魚みたいな風に。右斜め上でごわす。右、左斜め下。右。に？にほほほあー、わからん。上、左上、終了でございます。はい、じゃあ次、としみつ。はい、左の下、右の下、左の下、右の下、はい、OK です。はい、じゃあ次、りょうくん。はい、なかなか目悪いんだよな。あー、運転中メガネかけてるもんね。おー、メガネ気にしてるやつだ、一番こういうやつに目をかけさせたい。確かに、運転の時しかかけないもん。はい、上、下、上、わからん、わからん、わからん。あ、右、下、わからん、右。さあ、りょうくんは終わってます。早よ。さあ、てつやだ。はい、じゃあ行きます。はいはい、見えません。終了。待って、出てるそれ、シロじゃん。というわけで、てつやはもうメガネをかけた方がいい人なんで脱落。わけわからん。どこだよこれ、どこだよ。なんだよ今日の企画。残りこの4人で戦っていきましょう。第2種目へスタート。第2種目、ゲームだ。おー、メガネ上手いやつはな、メガネしてるだけで違う、ゲーム上手いと思われがちなんだよ。なので今回は一番ゲームの上手いやつが脱落だ。脱落ってことは俺らメガネを目指してるってことになってるの。そりゃそうだし。というわけで、まあね、今回はこのスマホのね、いわゆるなんだろうな、ちょっとチャッチーゲームすぐ終わるゲームをやっていただきます。じゃありょうくんからね。はい、いくぜ。じゃありょうくん、お願いします。どうだ。いや、りょうくんなんかゲーム下手せない、うん、あるぞ。もう2個いっちゃったよ。おお。おお。なるほど。うわ、あ、でもスコアもその点数がスコアになるんだ。あ、そういうことか。あんまりちっこいのばっか取ってると点数があんま伸びないと。あ、そういうことか。ちょっと上手いぞ。お、上手いよ。結構順調に来てんじゃん、うん、これ狙い力高いっすね。あ、危ね。むずい、早くなるのか。早いのか。よくあんな、これ。ああ、使ってる。ああ、でも弾がない。ああ、まだ大丈夫か。まだ大丈夫。あ、やばい。やばい、今んとこ。47です。今、やばい。やばい。超むずかったじゃん。ズクズクじゃん。中央分離帯超えられねえ。そう、それ気をつけた方がいい。じゃあ次、藤井さん。はい。お付き合いのタイミングどうぞ。いきまーす。はい。藤井さんはゲームどうなんだろう。あ、やばい。どうした？無理だ。むずいよ。むずいむずい。としみつ、人を殺めるゲームしかできんもんな。殺してんもんな。じゃあ次、梅丸さんですね。やばいね。それじゃあ、やっていいでございますか。はい、どうぞ。それじゃあ、スタート。はい、よろしくやって。じゃあ
おお。ちばいはさすがにね、今でもゲームの服着てるくらいなんで、ゲームはね、上手い人なんですね。そうですよ、クソゲーは得意ですからね。じゃあいきます、ちばいの挑戦です。はい、いけ。お、ちょっと上手いでいきますよ。上手い、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 上手い。すごい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 。54弾あるぞ。負けた。おっ、どこまで来た。やばい、もうもういいぞ。星なんだ、星は。さあ、まっ、あっ、おっ、俺3人としてもお前勝てる。あー、逃げる。あー、あー、すごい。あ、もうこれはダントツでございます。ダントツでございます。23か。ちばいはね、ゲームうまいということで、はい、お前はメールだけにふさわしい男なので、脱落。ああ、そうかそうかそうか。いや、もうちょっとやりたかったのに。第3ステージはお勉強です。ああ、いいよ。メガネかけてるだけでね、頭いいと思われがちなんですけど、そんなことはありません。メガネかけてるやつでも頭悪いやつは悪いってことを証明していただきたい。今回は一番勉強できるやつはメガネかけてて当たり前だから、勉強できない2人が次のステージに行きます。これは3問正解した人を出た時点で終了にしましょう。 A 単語です。 A 検3級っていう単語を今から僕は適当に言います。うわ、むずいな、絶対分かんないもんな。じゃあ1問目、はい、こちら。あ、はい、はい、皆さんにも今出てますね。はい、はい、これの単語の意味を書いてください。書けましたか。はい。じゃあ、どちみさん。難しい。難しい。うわー、違い。わかるね。その間違いもわかるね。大正解。イエス。じゃあ、第2問。はい。はい。イマジン。ジョレノン。ね。ジョレノンとかしかない。ジョレノンしかないな。これ無理だね。まるまるを思う。平和。ちょっと待って。平和とも言うかもしれんやん。仮想。それこそ。夢もある世界かな。第3問。はい。ほい。家具でごす。家具でごす。家具です。正解。はい。ポン。箸でごす。箸でごす。箸でごす。おっと、全員正解。はい。ジュースです。次の問題見つけた人が脱落です。はい。こちら。エデュケーション。はい。聞いたことある。聞いたことあるんです。玄関。ミシン。おお。発展。ザ。違います。教育です。ああ。ドン。ノーレッジ。やり方はノーレッジですね。現役時代は使ってた単語だと思いますけど。ノーレッジが。絶対使っとくねえもん、あいつら。使わんよ、バカだけだよ。お前らだよ。電子辞書。制服。校長。全然違うよ。ええや。知識です。ヤクさんしろよ、知識。ほら、ヤクさんトレーも分からすぎて。知識ね、アイドノーレジ。じゃん。蹴ってね。蹴ってね。蹴ってだな。蹴って、蹴って。お答えください。読み方はこれ、ケトルです。本当にケトルでいいんだ。夜間。夜間。湯沸かし器。夜間で、夜間。まあ、夜間、夜間。はい、よし、正解。え、夜間なのか。夜間。そう。トラッシュ。出すにしますか。トラッシュ、悩みすぎじゃないですか。大衆悪意消し。全然違う。なんだっていう。ゴミです。え、ゴミでいいの。じゃあ、待ってた。なんでなんでなんで消しだから。はい、こちら。ガラス。ガラス、はい。ガラス。メガネじゃないですか。あー、もう引っかかってる、全員。えぇー、やるよ。うっせぇな。何それ。これ草です。リーフじゃねえの、草は。それ葉っぱ。うぜぇな、英語。これはいけるんじゃないか。はい、アテンション。はい、放送反応。とちみつくん、ありがとうございます。注意。とちみつくん、あー、アテンション書いてあるな、注意書きのとこに。確かに。そうですね。というわけで、とちみつが勝ち抜けなので、僕のメガネはりょうくんと夢村で争ってもらうことになります。じゃあ最終決戦に向かいましょう。これが一番僕の言いたいことなんですけど、メガネしてないやつ運動できないと思われがちです。まあまあまあ、足遅いとか単純に邪魔だもんね、メガネ。メガネは運動できないと思われがちなので、より運動ができた方にメガネをかけてもらいます。勝負して勝ったらメガネってこと。そういうことです。で、全力でやれってこと。それはスポーツマンシップ。めちゃくちゃじゃん。でも1ヶ月縛られた挙句名前変わって。僕なんてな、ずっとメガネにかけられてな、メガネ名前変わってんだぞ。そりゃ名前が本名がそれだから。バカ野郎、ふざけんな。というわけで、今回はこちら、はい、フリースロー対決でございます。もうちゃちゃっと3本打って多く入った方がメガネでございます。というわけで早速やっていきましょう。はい、で、めまるさん1本目どうぞ。ガーッ。
ハズレ。なんでゴース。背が高いんだからバスケできないと意味ないぞ。ショート。何やってんだ。お前らメガネかけた方がいいんじゃないか。お。惜しい。お。何やってんすか、ちょっと難しいんだって、なんか決勝なんだからもっとレベル高い試合してくださいよ。これでじゃあ僕が、はい、これ決めましょう。入れます。ゴアスシュート。お惜しい。あ、やばい、あぶねー。何やばいって今の。入りそうだったからやばいっつったよ今。夢丸。ちょっとこれ八百長の疑惑出てくるよ、そろそろ。本気でやってみるますかね。やばい。ゴール！おめでとうございます、りょうくん。メガネです。メガネか。とりあえず僕のやつ貸すよ。僕はもうメガネじゃなくなっちゃったから。はい、じゃあ動画強い。虫さんちっちゃ。というわけでりょうくん1ヶ月間メガネ生活でございます。メガネの意気込みをどうぞ。んだろうな、貸されてる気もしねえし。だって普段別にかけるからな。まあまあこうやってね、なんかいかにもメガネをかけなさそうなりょうくんがメガネをかけて活躍してるよっていう姿を全国のねメガネ男子に見せてあげてくださいよ。頑張ろう皆さん。さようなら。じゃあねー。